こんにちは。こんにちは。今日はキキが熱があります。ちょっと一回お熱測ってみようか。だるい？だるさはないの？寒気は？お腹は？痛くない。7度4。7度4。ただいま7度4です。食欲は？ある。あるね。昼もりもり食べたもんね。元気すぎ。うわ。ねえねえねえ、ちょっと休憩したらお姉さん。熱あんだよ。あるよ。やばいじゃん。猿じゃん、猿。こんにちは。こんにちは。何してるんですか？本を読んでいます。54字の物語。意味が分かるとゾクゾクする超短編小説だそうです。へえ。結構面白い。何してんの？じゃあ赤ちゃん。物を知ってる。休憩ですか？うん。ちょっと眠そうだね。うん。今日はまた。バレンタインみたいなチョコを作っていきます。名前はうさくまロリポップチョコクランチです。前のなんか肉球の仲間です。これです。うさぎです。おお、美味しそうになってきましたね。うん、美味しいね。ね、足りない。足りない？食べた？食べた。それ足りないわ。どうすればいいの？もうしょうがない。やだ。やだじゃなくて、メイみたいな言い方しないで。マツゴー。マツゴー。マツゴー。何してんの？バレちゃった。これで混ぜます。全部自分で考えたんだよ。私にやってほしいクッキングがあって。いいね、いいね。こんな感じです。めっちゃ上手になってるじゃん。ねえ、この間のより綺麗に入ってるわ。もうくねくねなったで。これをスティックになったのね。うん、ちょっと待ちください。はい。完成です。はい、こんにちは。ねえです。今日は私はオリジナルアレンジチョコを作ります。いちご味と普通とホワイトチョコです。で、今回つぶぐみです。私マジで天才なんですよ。自分で考えました。はい、まずは型を洗いたいと思います。今日は練習休みなのでクッキングをしています。まず小さく割ります。適当にやっていいです。また10個です。まずこれ溶かします。これいいな。レンジで1分加熱をします。板チョコいいですよね。美味しいです。はい、割っていきます。ふぅー、わっ、おー、なんか半分になってるぞ。割ります。割っていく。あと5秒です。はい、ちょっとその間にゴミを焼けましたじゃない、溶かせたと思います。これも10個使ったら。はーい。お、完璧です。溶けました。混ぜます。これも10個使ったよ。すごいです。こんな感じに溶けてます。ゴーが取れないな。お、サンキュー。キャラメルかストロベリーかチョコかバニラ、誰がいい？チヨコ。チョコ？チヨコ。チョコってことだね。チヨコ。チョコってことだね。僕じゃないもん。あー、違う。
マツコのび太くんパパ、ちゃんとしてチョコ。えチョコちゃんとしてるよ。いや、だからジオンくん。ねえ、もうジオンくんめっちゃしつこいやん。パパの傷つかないの。だからチョコって聞いてんの。ジオンくん、パパにも言うとしても、これとこれ混ぜてアポロにしたりして。ああ、そういうこと。じゃあアポロにするの。いや違う違う違う、アポロみたいな味みたいな。アポロあるよ。いや大丈夫、いやそういうことじゃなくてみたいな味。それでモンスターが出ちゃう。ああ、サンキュー。ウェア、サンキュー。ウェアってなんだよ。上着だよ、上着。全部自分で考えたんだよ。あ、そうなの。全部自分で考えた。何にもタブレットで調べてない。あ、そうなの。自分だけで考えた。たく、最近の若者は知らないね。パパ40です。若いじゃね。俺50。めっちゃ邪魔すんじゃん。おいで。ね、なんだ。のび太くん、美味しそうなチョコだね。でもどんなのができるの。教えません。バナナと言ったら黄色。黄色と言ったらレモン。レモンと言ったら酸っぱい。酸っぱいと言ったら梅干し。梅干しと言ったら赤い。赤いと言ったらリンゴ。あ、リンゴ。リンゴと言ったら青森県。青森県と言ったら塩分多い。確かに料理ね。あと48秒じゃなくて40秒じゃなくて35秒。見てこんな感じです。がっつり。はい、見てください。粒組投入。はい、一つ目完成。パパ、チョコできたよ。何？チョコできたよ。もう一個、まだ。ありがとう。見て。すごい。これ、ね、プリンじゃん、プリン。あれ、おー、綺麗。おー。脳みそみたい。甘納豆にも見える。この作品名は何ですか。オリジナルチョコ。どう。うん、うまい。なんか原宿にありそうな味がする。でしょ。うん。どう洗うの。楽しい。楽しいの。大変じゃない。でも全部洗いたい。だるいの。変わってない。え、7度9じゃん。ちょっと上がってるわ。ででーん、できました。はい、できました。あ、じゃあ、こっちから。お、かわいい、かわいい。あ、店員さん、できましたか。まだです。まだですか。並べてるんです。テープ貼ったの。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。これください。はい、150円です。150円、うん、安っ。チャリーン。チャリーン。どうぞ。ありがとうございます。500円ぐらいしそうなチョコレートですね。うん、ありがとうございました。バイバイ、降りて。完成します。もうあと1個で終わります。召し上がれ。サンキューキッチ、ありがとう。食べてどうぞ。いただきます。食べてどうぞ。うん。うまいうまい。これもチョコ？あ？違う違う。それはジョリー。去年夏に買った幼虫が。生まれたんだよね。生まれたっていうかクワガタになりました、無事に。で、この中にもう一匹ね、いるんですけど、なかなかその子はね、出てこないのよね。あ、もう潜っちゃうよ。あ、潜っていっちゃうの。じゃあ夜ご飯作ります。キキも釣りたいな。いいよ。
今日は吉田チキンを作ります。吉田チキンとはこれです。吉田のグルメのタレでチキンを焼くだけです。これはネネとキキが大好きなのでよく使ってます。まずは鶏もも肉。気持ち悪い。これ皮。皮あんまり好きじゃない。皮は不評なのでうちは全部取っちゃいます。いや俺めっちゃ好きだけどね。あ、そう、うん、じゃあ半分残しておこうかな。俺めっちゃ好きだよ。いつもなんで買わねえんだろう。なんかさ、ねえとききすごい嫌がるからヘルシーだしいいかなと思っていつも取っちゃった。ちょっとパパ好きらしいので今日は一つはなし、一つは皮なし、一つは皮ありで焼きます。一つのそっちの皮なしじゃない方は、うん、ききたちの方にして一口大に切ります。え、あ、そう、そう、それが半分一口だったかと。やば、たまにここは黄色いやつがあるのよ。それは結構臭みがあるんだって。キキが一番好きなご飯は何ですか？肉。肉ですね。肉の中でも何好き？最近は。照り焼き。あ、そうなの？最近照り焼きあんま作ってない。で、2番目なんだったの？2番目は塩麹チキン。べー。焼き鳥。べー。柱。柱。渋。はい。じゃあ焼いていきます。はい。はい、結構油があるので油は入れないで焼きます。はい。いいよ、柱。ふう。ほろー。ちょっと油が出てきたのでキッチンペーパーで拭きます。え、熱くないの？うん、大丈夫。油が多すぎると美味しくないのでこんな感じで吉田のタレを入れていきます。このぐらいですかね。タレの匂いが出てきた。気にしないだけど気にだけは完成です。ちょっとだけ下がった。何度？見ててください。なんでサプライズなの？7度5。微妙だね。うん。熱だね。微熱っていうのかな。空中逆上がりできる。え、何それ？こうやって足を振ったらくるんくるんって2回転できる。足をつけないでもう一回回るの？うん、すごい。でもこの鉄棒揺れるからやりにくいんだよね、うん、そうだよ。キキ熱って信じられないぐらい元気。ねえねえ、なんか今日めっちゃ眠い。今日学校だったもんね。うん、疲れたっしょ。確か来週か再来週の土曜日、うん、5時間の土曜。5時間給食。え、給食あり？あり。土曜日で。うん。え、そんな日あんの？うん。あれ学校公開でさ、10歳の決意ってやつをやんだね。そのスピーチを30秒ぐらいみんなやんだ。私の将来の夢はボクシングで日本女子4団体初統一王者になりたいです。そしてたくさんの人と戦って強くなりたいです。この夢を叶えて、いつも育ててくれてる人やお世話になっている人に恩返しをしたいです。そしてたくさんの笑顔を見てもらいたいです。母ちゃん熱？7度に？あれ下がってきてる。今7度に、平熱が6度8とかだから若干高いって感じ、うん、夜上がってくるかなと思ったけど下がってきたね、うん、このまま落ち着けばいいんだが。もう熱なお熱です、この子。落ち着いてください。嫌だよ。ねえ、熱ってきゃだるすぎた。そんなこともできない。でも今7度2だからね、結構落ち着いてきた。ねえ、だったらもう熱じゃない。そうだよね。俺強いから。ねえねえ、平熱高いよね。ああ、驚きの37度。俺強いから。なんか6度台だと引くって思うもんね。うん。響くぜ。
カリンがあげてさあ、この音うるさいだろ。いや、おあ、なんだよこれ。仮面ライダー銀ペンに変身。はい、あなた銀ペン、やだやだ、お腰が、あ、痛い。お父さん、お父さん、ちょっと待って、マジェイドの下立て、マジェイド、そうだとぶっつきよ。プリキュアみたいになってる。7度3、微妙な熱。